義理の妹に乗り移ってしまった兄は、理想の兄弟生活を謳歌する。もう朝か。で、あれ、なんだか体が柔らかいような。何があったんだろう。鏡で確かめるか。あれ、俺が綾瀬さんになってる？なんじゃこりゃ！ってことは、まさか綾瀬さんは俺になってるのか？おはよう綾瀬さん。朝から変な顔してどうかした？俺は俺のままかい！陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。俺は綾瀬さんの中に入れ替わって、でも俺の体には俺がいてか。うん、これは夢だな。となればやることは一つ。ねえお兄ちゃん、さっきねお兄ちゃんの入れてくれた紅茶が飲みたいな。ああ構わないぞ。ちょっと待ってなさい。名付けて入れ替わった俺が代わりに兄を甘やかしてあげる作戦。夢にまで見た妹とのイチャラブ生活を思いっきり満喫するのだ。ほらできたぞ、サキの大好きな紅茶だ。ありがとうお兄ちゃん。うん、とっても美味しい。って渋っ。どうしたサキ、リアクションがいつもより大げさだったけど。兄ちゃんの入れた紅茶、そんなにダメだったか？ううん、とても美味しいよ。全然美味しくないぞ。紅茶を入れるの全然上達してないなこいつ。というか俺、そろそろ学校に行く時間だね。一緒に行こうお兄ちゃん。さきね、微分積分がちゃんと理解できるようになったって先生に褒められたんだ。おーすごいなサキは。兄ちゃんはバカだから、そもそも微分積分が何かわからないぞ。話が広がらない。それにこいつ歩き方もなんかシャンとしてないな。お兄ちゃん、もうちょっと背筋を伸ばして歩いた方がかっこいいと思うよ。これでいいんだぞサキ、こうして下を向いて歩けば落ちてる小銭にすぐ気づけるからな。みっともねえな俺。サキメンゴメンゴ、教科書忘れたから貸してたもん。いやそのノリ何、どこのパリピだよ。サキいいお風呂だったぞ、お前も入るといい、今すぐに。ありがとう。でもこのテレビ見終わったら、ね、今すぐに。いやその圧何、はあ、夢の中でも俺は妹とイチャラブできないのか。だいたいいくらなんでも現実の俺はあそこまでひどくないはず。でももしかして綾瀬さんには俺があんな風に見えていたのかな。はあ、考えてもしょうがない。もう今日は着替えて寝よう。おサキもうお眠かい？お兄ちゃん、ちょ今着替え中なんだけど。いいじゃないか、家族なんだし。なんなら今夜は同じベッドで寝るかい？耐えられない、俺がこんなデリカシーのないやつだなんて。鬼、いや浅村優太のバカ野郎、お前に綾瀬さんは100年早いんだよ。はっ、目が覚めたのか。うん、俺は俺だ、浅村優太だ。それにしてもひどい夢だった。俺の負の面を見せられたような。もしかして綾瀬さんも夢の中の俺みたいに俺に怒鳴りつけたかったりするんだろうか。
浅村くん、紅茶入れてくれてありがとう。結構上達してきたね。綾瀬さん、今日は綾瀬さんにどうしても言いたいことがあるんだ。ん？どうしたの？改まって。ダメな兄貴でごめんな。は？どうしたの急に。悪いものでも食べた？綾瀬さんの兄としてふさわしくなるよ。俺気をつけるよ。よくわからないけど、浅村くんは別に今のままでいいんじゃない？本当に？綾瀬さん、今のもう一回言ってみてくれる？ごめん、やっぱ嘘。そういうところは直した方がいいかもね。見てくれてありがとう。チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくね。おまけ。そういえば、綾瀬さんに入れ替わっても風呂には入らなかったし。意外と紳士？俺紳士？その独り言というクセも直した方がいいかもね。